はい、どうも皆さんこんにちは。本日もゼノブレード3やっていきましょうか。さてとゼノブレード3やっていきたいわけですが、もしよろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。おそらくゼノブレードやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。さあということで、ズームしましょうか。でズームして、でここにですね、隠しヒーローがおります。ユーザーマークをつけているんですが、ここにねどうやらいるみたいなので、今からこちらに上陸していきましょうか。でカレンシア地方のこの場所ですね、非常に分かりにくいんですが、ただここにはですねハテナマークがもともとついていたので、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいのかな。入り江の休息地がこちらにございまして、ここからですねだいたい30秒ぐらいですね、船に乗れば着くことができます。でここからですね、おそらく上陸できるんじゃないかなというところ、自分もですね初見ですのでちょっと難しいところがあるんですが、おハテナありますね。でそちらに向かいましょう。で推奨レベルは約45となってます。ただイージーであればレベル20代後半から30代前半でも全然できると思いますので、ぜひぜひ挑戦してみたらどうでしょうか。さあということで、やってきやした、やってきたぜ。でここからストーリーが進んでいくって感じか。はい、来ました。かわいいね、真っ白ですね。唐突すぎないか、何があったんだ。要するに方法は2つあるが、君が一人で助けに向かうのと、俺たちみんなで向かうのと、どっち助けてくれるの。話によっちゃな、どっち死ぬ気でやんのと死にに行くのは全然違えよ。応急処置だけど少しは楽になったろ。おい、ランツのバカが脅して。脅してねえって。ガン飛ばした。してねえ。大丈夫だよ、みんな味方だから。教えてくれる、一体何があったのか。ケベス軍の奇襲にあって悩んでる暇なんかなかった。あとは宇宙で無茶したんだね、どっかの誰かみたいに。ああ、いずれにせよことは急を要する。状況から見て君の仲間は分断され孤立している可能性が高い。だからこそ人手はあった方がいい。そうだ、今できる最善を考えましょう。いろいろ考えるのはその後。今できる最善。足細。私はコロニーミューの軍務長、真城と言います。軍務長なんだ。会ったばかりでこんなのおかしいって分かってるけど、軍務長なんだ。みんなを助けたいんです。なるほどね、部下がどっか行っちゃったみたいな感じ。これ真城のレベルってどんぐらいなんだろうね。こういう関係広がった、ね、そういう問題。新しいコロニーも登録したよ。 OK、 新しいコロニーも登録されましたと。でビックリマークいくつかついておりますね。急ぎましょう。なんかこれ4つあるじゃん、どういうことこれ。でここまっすぐ行くと
おるね。で、おりまして、で、こいつを送るってことか。夏目ちゃん、一人にしてごめんね。送ってあげよう。この人の声届けなきゃ。ええ、とりあえず送りましょうか。どうか安らかに。なるほど。っていうことは4つびっくりマークみたいなのついていましたが、で、あれ2人いる？で、それらを送っていくって感じか。それでイベント終了ですかね。まあそんな単純じゃない気がするんですが。OK。いやー、隠しヒーローですね。こんな気づかねえような、なかなか。ちなみに全クリ済みですね。全クリ済みですので、レベル差は結構あるのかなというところです。私がもっと強かったら。ちょっと待てよ、こっち合ってるか場所は。結構広いな、ここの島。結構広いでござるね。で、回収して雑魚敵はもうスルーでいいか。で、正面ですね。残り数十メートル。当時くん、みんなを守ったんだね。当時くん。痛かったよね。マシロちゃん、あとは私たちにお願いします。戦死者多すぎやな。OK。 ということで、次行きましょうか。で、こいつらはスルーで問題ないかと思います。で、次はそちらですね。あれ、なんか反対方向にもなんかなかったっけ。島が広いっていうところにちょっとびっくりですわ。だからまだまだ行ってない場所結構ありますね。お、誰だ今度は。はい、了解でござる。任しとけ。OK。 ってことで次ですね。で、コンテナがあるので開いていきましょう。よし、 OK。 で、これもらって、で、次やな。で、何百メートル先にまたまたびっくりマークアイコンがございますので、そちら行きましょうか。結構先やな。おっしゃ、行くぜ。いい。で、残り数十メートル。お、いたね。お、これ仲間じゃないの。なかなか楽しめたが、勝負あったな。そうね、あなたたちの負け。いちかちゃん、シロ、シロちゃん、心配したよ。囲まれて、こっちもかなり削られた。おい、あの旗を狙え。軍務長のマシロだ。させるかよ。行かなきゃ。
みんなでね。なんか部外者が増えてるけど、これはうちらの戦い。でも怪我す、こんなの平気。大丈夫、まだやれるよ。シロちゃんだけ怖い思いさせない。おお、いい部下たちじゃねえか。そうでしょ、みんな。なんでこれ旗持ってんの。仲間を信じて、自分を信じて、勝利を信じて、心を一つに生き抜くよみんな。オーケー。なんか旗が武器ってこと？まあレベル差が相当あるんで勝てると思います。ボコチマがいいんか。あ、オートバトルなんだこれ。一応雑魚的扱いになってんだね。うおー、なんかすごいことなってんな。なんか乱戦状態だな。すごいことなってんな。大丈夫か。オーバーキルということで、いや、とんでもないことになってますね、これ。ボコボコだろ、これ。リンチ状態なんだけど。うわ、ひでえな、これ。これはひでえな。いやー、真っ白いいね。ここで真っ白解放なのか。頼むぜ。真っ白人気そう。真っ白解放結構時間かかんだな。お、いいよ。相手かわいそう。相手かわいそうすぎないかこれ。オーバーキルすぎない。これはやばいな。真っ白もレベル78なんだ。お、終わったわ。そりゃ終わるわな。そりゃレベル差が相当あるからな。よかったぜ。みんな生きててくれてありがとう。そんなの当たり前だよ。約束したでしょ、何があってもずっと一緒だって。ランツさん、皆さん、なんでランツ助けてくれてありがとうございました。あ、これで終わり。決めたんだね。
うん、信じてくれ。そうなん。思ったんです。ただ全力で戦うだけじゃダメだって。死ぬ気でやるのと死にに行くのは違う。思いつきで言ってるわけじゃねえんだな。変わりたいんです。自分。上等。決まりだね。信じてくれるんですか。その顔、初めて会った時と同じ。仲間を絶対守らなきゃって。かい。んじゃ、早いとこコロニーミューに向かおうぜ。という簡単な話ではないから。かな、気づいてたのね。なら話が早いわ。この作戦には2つ大きな問題がある。失政感をどう出し抜くかってことと、その失政感しか肝心の日時計の場所がわからないこと。わからないって。結構長そうですね、これ。思ってるより見えてるの偽物なんだ。偽物なんかい。はあ、なんだそりゃ。でも失政官は今いないし、もし動くなら。マシロ、こんなとこでする話じゃないよ。あ、ごめん。とにかく詳しい話はコロニーで。みんなも限界だろうし、体制を立て直さないと。あの、よかったらこれを。みんなのこと送ってくれて嬉しかったです。前を向かなきゃってまた思えました。本当にありがとうございました。急なお願い続きでごめんなさい。コロニーミューで待ってます。よろしくお願いします。え、一緒に行かないの？え、一緒に行かないんかい。まあいいけどさ。しかも結構遠いな。さあ、てことで道なりに進んでいくか。で、コロニーミューにやってきやしたと。で、このまままっすぐ直進していくということでしょうか。絆グラムに登録されたね、何人か。よし、ってことでこのまま進んでいきますと、つくって感じか。で、敵はね、もちろんおりませんと。いや、広いね。まだまだ先か。で、次あちらですね。 OK。 すげえな。お別れした日は花の種を植えるんです。どんだけ仲間死んだんだこれ。自然に増えてっちゃって、いつの間にかこんな感じに。それでもたくさん見送ってきたんだね。立ち止まることは死ぬことだし、でもみんながここにいたこと忘れたくなくて。そんでか。泣き虫軍務長は辞めたんじゃ。いちかちゃん、ずいぶん背負っちまったよな。しんどいだろ。いる。でも弱虫のままでいる方がもっと辛いから、やりたくないって言ってもいいんだよ。これまでと同じことを続けていく道だってある。そっちを選ぶのが弱虫だなんて。いちかちゃんのそういうとこ大好き。みんなのことも、みんなと出会えたコロニーミューも、この気持ちを見つけたから明日が悲しくなくなったんだ。だから分かった。何があってもマシロを信じて。私も
しろ、一花。班長全員集まった。分かった、すぐ行く。あとね、シロちゃん。くすぐり攻撃、こちょ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 。はっ。リラックスだよ、シロちゃん。うん、いつもの真っ白になった。広場で待ってるからね。おお、こら。逃げろ。子供？命の日時計のこと。死生観がこのまま見過ごすとは思えません。きっとまた誰かが命を落とす。どうか真っ白のことよろしくお願いします。あ、いやいさ、任しとけ。で、次はそちらに向かうか。で、道なに住んでいきましょう。結構イベント長いんですね。なんかサブイベントみたいな感じだったので、すぐ終わるかなと思ったんですが、結構時間かかるんだな。なるほど。で、このまま進んでいきますと、今度はどこに着くのか。コロニーの中かな、これは。いや、広いな、本当に。え、この島、こんな広かったんだ。で、ここの中に今度は入っていくと。で、残りわずかですね。お、さあ、あとわずか。すげえな。崖の上にあるのか。コロニーミュー、見渡し広場。こちらに着きました。太郎。名前やばいな。普通やな。時間が惜しい。早速だが本題に入る。何から話そっか。これ？コロニーの日時計だけど、偽物ってどういう意味だ。ぶっちゃけちゃうとだね。実は偽物ってこと以外、うちらもよく分かってないよね。登場人物多いな。枯れそうになったら執政官から戦えって指示が来るしな。じゃあ何のためにあんだよ。やっぱり何かいいことがあるんじゃ。本当はコロニーランクが高いのに、あえて弱く見せて敵を油断させてるとか。それなら逆もあるかも。本当はすっごく低ランクなのに高ランクに見せて威圧してるとか。そっか、そうかも。いや、実際の戦力は変わんねえし、戦ったらバレんだろ。それにキャッスルからの物資はランクに基づいて支給される。支給物資を見ることはできるから、ある程度ランクを推測できるはずだ。ニコ、倉庫係だよ。それじゃあ分かるようにしておくね。なるほどね。はい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 、そういうことね。だいたい話は聞けたかな。ああ、まあなんとなく分かったよ今ので。早速だけど、手がかりになりそうな場所を回ろう。倉庫にある支給品とコロニーの戦績データの確認だね。みんなに声をかけておきます。他に見落としているものがないか私たちも探ってみるわ。何か分かったら知らせるからな。で、そこか。こんちゃっす。おお。あ、了解了解了解。ありがとうありがとう。あ、情報ゲットいたしました。あっさりだな。絆グラム更新太郎。名前がなんか普通だね。で、ニコちゃんか。偽物ランク通りか。在庫を見るだけか。
なるほどね。で、情報をゲットいたしました。コロニーミアお菓子、成績を確認した。大規模な戦闘は起きていなかった。無駄がなさすぎる。対象は大敗はなく、命の人系に大きな増減がないことに加え、長期で見た平坦術にも隙がない。戦術とか考えてねえ、マジで。兵の入れ替えも多い、確かにね。コロニーとしての戦績安定しているなど、確かにね。コロニーランがずっと同じ。なるほどね、敵欺くのが目的か。うん、なるほど。何なんだろうね。失政官が欺こうとしてるのはコロニーミューの方、どういうこと？なるほどね、戦うしかないか。他のことは考えないようにするか。利用されてるってことか。見たいものしか見ないから。なるほど、執政官が裏切ってるってことか。で、次はそちらですね。お？そんな、これってコロニー4の時と同じメビウスの能力か。タロウ、ねえ、どうしちゃったの？マジかよ。強えな。失政官はお前だったんだな。え、お前だったの？現実ってつまんない。うそ。だから誰も見ようとしないし、綺麗な夢を追いかける。え？マジかよ。多くの犠牲者を出して。苦難がないと人って結束しないでしょ。あなたたちもそうだった。ふざけんな。マシロがどんだけ傷ついて。分かってるわよ、そんなこと。
夢で終わらせようとしないから、そのまっすぐさがみんなを奮い立たせたの。誰かを応援したいって気持ち、私も真白に教わった。ひねくれてんじゃねえぞ。お前友達なの。間違ってでも友達なの。真白、ランツ、立ちなさい。もっとやれるでしょう。いやだ。立って、みんなのために頑張るんでしょ。できること全部やるんでしょ。だから私も一緒に戦う。いちかちゃんを苦しめてる者と私も戦うから。夢だなんて、夢だって。ねえ、がっかりさせないでよ。あんたはもう選んだんだ。自分の見たいものを自分で。そのブレイドの重さ何人分だっけ。やめて。仲間の思い全部背負うって言ったよね。絶対に折れないって。ずっと一緒って言ったのに。わめいたって現実は変わらない。あんたの仲間は死んだ。私が殺したんだ。強いな真白。マジ？あ、メビュー、いやー、このタイムで来た。うっしゃ、行くぜ。なかなかタフだな、メビュー祭。レベルは低いが、さすがに失生感ということもあって。まあ、負けはしないと思うけど、結構時間かかりそうですね。さあ、いけ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 。犬が結構めんどくさいね。さあどうだ。これ普通に素でレベル50ぐらいで来たらきつそうな感じするね。犬が結構めんどくさいな。あ、味方いるじゃん。いいよ。さああとわずかよ。メビウスか、まさかの。びっくりしたわ。あの子がメビウスだったんだ。で、アタック決めなくても勝てそうな感じするけど。で、バリア張って、で、どこだ。敵がわからん。敵場所どこだ。あ、そっちか。なんか敵が、敵っていうか味方が多すぎて見失うなこれ。ただ弱いね。終わりだな。 OKOKOK、 終わり。早かったね。まあレベル差がすごいからな。装備もこっち最強だからさ。終わったか。
切ないな。いやー切ないね。あ、待って、間違えた、こっちか、逆やな。こっちで合っている。これどうやって行くんだ。こっちじゃねえの。ここから行ける。あ、無理か。ちょっと待てよ、どこから行っていいんだこれ。これさ、分かりにくいよな。とりあえずこっちの方に行けば良いということか。まあちょっと大回りしていかないといけないということなんかな。いや、夜っていうのが切ないね。またそうだね、こっちだね。いや、広いなこの島も。で、残り150m ぐらい行きましょう。さあ、着いたぜ。真っ白よ。いや、お疲れやで、本当に大変だったな。え、今まで見つからなかったの。と一緒に戦わせてほしいです。断る理由なんかねえよ。マシロちゃんはとっくに私たちの仲間だもんね。お、ってことで仲間になったか、真っ白が。ようやくか。長かったな。オッケー、絆レベルアップ、解放したぜ。いやー大変だな。まだまだやることあるな。全クリ、全クリじゃねえか。まだクリアしたけど全クリではないよな。まだやること結構あるからね。よっしゃ、ようやくか。
大変だったぜ。ただやっぱストーリーをこなすのって時間がかかりますね。なんか実際にやってて思ったけど。 OK、 いいね。ヒーラーか。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあね。